エアコスタはかつてインドで運行していた地域航空会社である。インドのレプルグループが設立、所有し、ビジャヤワーダに本社を置いた。2機のエンブライル E170 を導入し、2013年10月に南インド初の地域航空会社として運行を開始した。2015年に約1億ドルを調達して、機材を増備しつつインド諸都市間を結ぶことを目指した。 チェン内とビジャヤワーダを焦点都市として合計9都市に向けて1日32便を運行するまでになったが財務上の問題により航空機リース料の支払いが困難になり2017年2月末に運行を停止したエアコスタはインドの企業レプルグループによって設立された2012年2月にインド民間航空省から異議なし証明書を取得したエアコスは 使用機材として、当初はボンバルディア Q400 を予定していたが、2013年6月のパリ航空省にてエンブラエル社の E ジェットシリーズの採用を発表した。同年9月にインド民間航空局から航空機の運航者としての認可を受けた。エアコスタ運航当時のエンブラエル E170。 2013年10月15日、2機のエンブライル E170 により南インド発の地域航空会社として商業運航を開始した。同月中にビジャヤワーダ、チェンナイ、ハイデラバード、バンガロール、アフマダーバード、ジャイプルに就航した。2014年にはより大型のエンブライル E190 を運航機材に加えた。2014年2月13日の シンガポールエアショーにおいてエアコスタはエンブラエル社に E ジェット E2 シリーズを50機発注した E2 シリーズの納入は2018年から始まる予定でエアコスタはアジアで最初に同シリーズを運行する航空会社になる見込みとなった2015年にはレプルグループからおよそ1億ドルの投資を受けてプネー、ビシャーカパトナム、マドライ、 マイソールなどの諸都市への就航を目指した。これまで地域航空会社の認可を得て運航していたエアコスタは2015年9月に民間航空局からインド国内全域への就航が認められ、同年12月19日は民間航空省から意義なし証明書を取得し、2016年夏からインド全域への就航を目指した。同月中に E190 を1機増備し、さらに3機を追加導入を計画した。エアコスタの登場率は、概ね70%後半から80%台を維持していた。しかし、同社の欠航率は14%前後と、インドの航空会社の中で特に高い値を示していた。2015年の前半に1%ほどであった、インド国内線における市場シェアは、 徐々に低下して2016年末から2017年初頭には0.5%に落ち込んだ。2016年7月の時点では2機の E170 を手放し、運行機材はリースによる3機の E190 となっていた。同年8月にはリース元の GE キャピタルアビエーションサービス社へのリース料の支払いが困難になったことで、 E190 を1機返却することになり数日間の運行停止が発生した。そして2017年2月28日、再び財務上の問題からリース料の支払えず運行を停止した。当初は数日間の運行停止という発表だったが再開は延期された。残っていた2機の E190 も G カス車に差し押さえられ、 2017年7月には、インド民間航空局は、エアコスタの運航認可を取り消した。エアコスタが事業停止したことで、エンブライルは50機の受注を失った。エアコスタは運航停止時点において、以下の空港に就航していた。TILVGA、VTZAMDBLR ジャイマー CJB、ハイドエア、コスタ運航停止時点における、就航都市エア、 コスタ運行時代のエンブライル190エアコスタが運行した機材は各年の7月時点の統計によると辞表の通りである。ウィキメディアコモンズにはエアコスタに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。